倒すのは無理だと思いますけど、どこまで削れるかですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,20回かな、数え間違えてるかもしれませんが、まあ、一応次25行ってみますか。これならワンチャン30いけるかな。まあ、300までここで上げるってかなり苦行だと思うんですけど、まあ300まで上げればこんな感じになりますよってなれば一つの目安になると思うんで、もう勝っても負けてもいいからガンガン行きますか。これ多分これ40回とか叩けるぐらいまで止まってますよね、おそらく。もっとかな。次飛んできたら即攻撃して倒せるまでやると。どんなペースで落ちるかさえ分かれば、素早さがレベル200分でもいいんじゃないかとか、そういうのが分かってくると思うんで、一つの目安になるんじゃないかなと思います。本当になかなか飛んでこないな。で、守備で切らしていくと多分即ドンってきておしまいになると思うんですけど、一応僕画面じっと見てるんですけど、実は瞬きの瞬間かなんかに一回飛んでたりするのかな。実際どうだったんだろう、編集の時確認しますか。多分これでいけると思うんですよね。1回目で一気に倒しちゃってよかったのかどうか分かんないですけど、とりあえず1回待てば倒せましたね。1回待つ必要があったかどうかちょっと微妙ですけど、でもしそうやって倒せれば次へ行けるんですけど、ただ次行ったところで次の強敵がいるってだけの話なんで、まあ、一応ここまで来ることさえできれば鎧が入るんで、また違った組み合わせになるっていうのがあるんで、まあ多少楽にはなりますよね。はい、ボスまで来ました。一応ノンストップで待機することなくここまで来れました。でこいつは一切待機することなく突っ込んで、おそらく途中でやっぱダメでしたってなると思うんですけど、一応どこまで削るかっていうのを試してみようと思います。まあ、これすら倒せるとすれば、まあイメージで勝手な数字言いますけど、計算式とか分かんないんで、250とか200でも最初のボス倒せるんじゃないかなっていう推測が成り立つと思うんですよね。まあ倒せないまでにも何割減ったからとかいうのはある程度イメージできると思うんで、まあもし敏捷曲振りでプレイしようかなって思ってる方は一つの参考にしてみてはどうでしょうか。まあ、一応クリティカル率プラス 5% があるんで、まあ、ピカピカ光ってる感じですよね。まあ、それがある程度効いてるとは思うんですけど、ぶっちゃけ25までいければロングベアからはしごを手に入れる可能性が出てくるんで、ミミックに頼りっきりっていうのに比べれば可能性全然違うんでいいと思うんですけど、いけそうですね。あ、いけましたね。310あれば、まあいくらなんでも310までいって一切の、エリア外の装備持ってないってことはないと思うんで、まあ何かは別にして
有効なやつがあって、それを使って、まあ似たような結果になるんじゃないかなと思います。今回は、低レベル帯の装備で、もちろん、極限装備を使わずに、どんな感じなのかなっていうのを検証した動画になりました。最後までご視聴ありがとうございました。